さあ、試乗会の時にはね、10分ぐらいしか乗れなかった、トライアンフのスクランブラー 400X、ちょっと X ついてるわけですよ。これね、改めてね、今回ね、ここまで高速でやってきました。街乗り高速、そして最後、ワインディングだけ走ってないのでね、もうちょっとワインディング走っていこうかなと思います。まあ、ただタイヤはね、ちょっとブロックタイヤなんで、そんなに飛ばさずに、フロント19インチの特製のハンドリングとかをですね、ちょっと見ていきたいなと思います。この網網のね、ヘッドライトのガードいいね。その奥に見える、このデイライトランニング、ライトね。そして、リアも。全体的な雰囲気ね、本当に仕上がりね、すごくね、よくできてるなと思いますよ。ただ、ここはスチールか。こっちのステップ、これもスチールなんだね。普通のスピード予約は多分アルミでできてたはずなんですけどね。だいぶね、そこはね、違いを出しているのかなと思います。ただね、いろいろ見ると、試乗会の時に説明されてなかった、フレーム一緒ですって言われたんだけど、ここの首の長さとかを見ると、全然フレーム専用設計になってるみたいなんですよね。これはね、ちょっと試乗会の時にはね、まあフレームは同じものを使って、あくまでもタイヤのね、大きさとかで、キャスター取れる量を変えてんのかなと思ったら、どうやらこのフレームの首の部分の、長さが違うのを見たので、改めてね、そんなところも感じて、スピード400とのね、違いもちょっと感じてこようかなと思っております。それでは乗ってみましょう。ワインディングでどんな走りをしてくれるのか。今回ね、トラクションオフロードモードっていうのもね、ちょっと先ほどやってきました。まずはワインディング。そんなに回さなくてもよく走る。坂道、上り坂もね、ガンガン行くな。速いのはね、本当に速いのは8000以上なんだけど、でもそれ以下でも坂ガンガン登っていくから十分だ。で、楽なポジションだな、これ。なかなかね、スクランブラーいいな。音もいい。短気筒スポーツのね、短気筒スポーツバイクのいい音がしますよ。歯切れのいい音。久しぶりじゃないかな、こういうの。シフトタッチとかもね、本当に正確に決まっていくね。足は柔らかい。それなりにブレーキングをしても、ブレーキを受け止めるだけのね、バネレーとは持ってるけど、でもダンパーはそれほど効かせてないので、やっこく感じるよね。さあ、そしてもう一台、思いっきりトライアンフマークのスピード400、短気筒 400cc、こいつをですね、ちょっともう一度ね、試乗会であまり乗れなかったんで、もう一度堪能しておきましょう。こいつも、高速道路も乗ってきたし、街乗りも乗ってきたし、最後はね、ワインディングだけ、ここだけ走ってないので、もう一度ちょっと乗っておきたいと思います。よっ。タコメーターでかくて見やすいね。タコメーターじゃない、スピードメーターね。タコメーターちっちゃいんだ。ちょっと U ターンしてみる。これはね、U ターン楽ですよ。スクランブラーはね、ちょっとね、ハンドルが遠すぎて U ターンするのは大変だった。こいつも足は柔らかいな。よく動く方。でも、バネレートはしっかりしてる。
あーでもよく走るわ。さすがにねワインディングはスピード400の方がスクランブラーよりもなんて言うんだろうな、よく回るよね。小さく、そうスクランブラーはね、ホイールベースとかも確か長かったはず、トレール量も結構長めだったし、こいつはスポーツバイクだな。フィーリングはね、試乗会で乗った時よりもやっぱり高速道路ワインディングの方がいいな。街中トコトコというバイクだけではないな、これは。速い、いいペースでワインディング走れる、そして音もいい。改めてね、あの試乗会の時に本当にねちょっとしか乗れなかった。それもほとんど街中のねトコトコとした雰囲気だけを味わって、あシングルの短気筒のね雰囲気で、あのいいバイク出たなっていう、そんなとこしかお伝えできなかったんですが、今回はねちゃんと街乗りも多くしてきたし、高速道路も走ってきたし、そして今ねワインディング走ってきた。やっぱりねちゃんと高速道路ワインディング走った方が良かったですね。 400cc のね排気量ということで、どこまで高速道路がね通用するのかなと思ったら、いや結構速いですよこれ。短気筒だとやっぱりそんなにね馬力大きく出せない、40馬力ですね、両方とも同じ馬力で40馬力なんですが、高速道路を走っているとまあ普通ねやっぱり短気筒だと振動とかを気にするとね、だいたい80キロから100キロぐらいのスピードのあたりが、まあ、気持ちいいスピード、昔のね短気筒だと80キロも出すと振動が出ちゃって辛いっていう思いがあったんですけど、こいつはね80キロから100キロぐらいで、あのねトコ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 走るような感じがあって全然良かったと思います。今時の高速道路ね120キロ道路までありますよね。で120キロのスピードまで出すと、回転数で言ってね7000回転ぐらいになってくるんで、逆に120キロぐらいから意外とパワーが出てくるんで、そこでのねこう追い越し加速みたいなものも全然できるんで、今時のね高速道路の100キロから120キロ区間をですね、全然この排気量帯で短気筒で行けちゃうんだなっていうのがね、改めて乗って思ったんで、意外となんだろうな、緩やかなねマシンかなと思ったら、そうではない、かなり元気のいいマシンだったなという思いがね一番まあしましたよね。まあこのまずは、スピード400ですけどね、このね昔ながらのこの、まあ、オーセンティックなねスタイル、まあ、トライアンフらしいというか、昔のオートバイが、まあ、トライアンフがねずっと作ってきた、昔ながらのこのスタイリングで短気筒というのがものすごく合ってるじゃないですか。短気筒の楽しみってなんだろうな、やっぱり短気筒自体がね昔のバイクだから、やっぱりこのスタイリングに全体合ってるわけなんですよね。今時のバイクで言うとね、まあ、例えばね、まあ、KTM のね390デュークとかなんていうのは、まあ、ヨーロピアンスタイルのストリートファイタースタイルの、まあ、短気筒なわけじゃないですか。だから、390デュークなんかはもっとね45馬力ありますから、もっともっと高回転回してパワーシングルみたいな形なんですけど、こいつはねもうちょっとこう落として下の方の力重視で走らせて楽しめる、そのスタイリングにもこう合ってるというような感じがしますよね。だけど実際走らせてみるとやっぱり上の方のが元気がいいんでね、上の方を回して走らせる楽しみがあったかなって感じがしました。試乗会の時にねブレーキの効きがね結構ね甘めだなと思ったんだけど、どうやら当たりがついてなかったらしくて、今回ここワインディングで走った時にはねブレーキのね感触もタッチも結構良かったですよ。全然ブレーキのタッチ効きもね良かったんで、ただフロントのねサスペンションの柔らかさはあるので、あんまりねギュッてブレーキかけると結構フロントがね、まあ、沈み込みが強いなと。ただ意外とね体重受け止めるてる体重はね、私が今60キロぐらいですから70、80ぐらいまで体重受け止めるぐらいのねバネレートは持ってるんじゃないかなと思うんで、ブレーキをしっかりかけた時のねフィーリングも良かったんじゃないかなと思います。ハンドリング、ワインディングのハンドリングもね
シングルスポーツという形でね、楽しかったですよ。非常に力もね、下からの力で、なんていうの、トラクションをかけてくれるし、で、ハンドリングも結構タイトにタイトに曲がってくれるような感じでね、シングルスポーツ、こういうちょっとね、昔ながらのオーセンティックなスタイリングはしてるけど、でも実際にワインディング来てみるとね、シングルスポーツを走らせてるって形で、まさしくこのね、トライアンフのスピード400というね、スピードシリーズですよね。そういったシリーズの何にふさわしいような全体のこうエンジンの元気の良さと、車体のねパワーバランスっていうの、そんなところがねちょっと見て取れましたね。音もね歯切れが良くていいしね、ちょっと改めて音ねちょっと聞かせてみます。今ちょっとニュートラ入っちゃってるからエンジンかかんないか、ニュートラに1回入れるかな。メーター大きくて見やすいしな。よっ、エンジンの音、ちょっとセルスタートするときにね、かかりがもう一歩ねちょっと心配なところがあるけれど、はい、だいぶ歯切れのいいね、単気筒シングルの音になっています。昔のシングルっていうとね、まあヤマハの SR400 があったかな。あれがねやっぱり長年 400cc でシングルでね楽しませるマシンとなってましたけど、でもねあっちはねもっと馬力を落として24馬力ぐらいだったかな、もっともっと馬力を落としてもっと下の回転で、トロトロトロっとしたねあの持ち味を生かしてますけど、こいつはね390デューク、45馬力の390デュークと SR のちょうど中間的な位置、いや中間的というよりはもうちょっとスポーツ寄りのエンジンになってるかな。そういったところがね、なんだろう、まあ、400cc、 今 400cc のね単気筒を遊ぶっていうんだったら、俺はこのなんだろうな、スピード400をもってしていろんな遊び方ができると思うな。400はね、あの単気筒はねエンジンも簡単なので、いじる楽しみっていうかな、カスタムする楽しみもこのトライアンフのスピード400を1台持っていろんな形にね楽しんでいくのがいいなと思います。ただね、もともとのスタイリングがこのバーエンドミラーとか、このタンクのフィーリングですよね、あとステアリングでしょ、そしてね一つ一つのパーツね、ちょっとねスイッチボックスとか、あとね一個一個のネジ類には若干クオリティ感をねもう少し上げてほしいところもあるんですけど、でも 400cc にしてはねちゃんとアルミのペダル類を使っていたりとか、こうやってヘアラインのねガードを使っていたり、あとやっぱりエンジンの造形がね、こっちから見た時かな、エンジンの造形は申し訳ない、ここのねトライアンフならではの三角形のクランクケースとフィンをね大胆に4本入れたところ、そしてね太いマフラーのフィーリング、そしてショートのメガホンタイプのマフラーから出るいい音と、そういった意味ではね、あのシングルスポーツ楽しませるのにすごくいいような感じがしますよね。さっき SR400 とはね、違った、上のねあのパンチのあるマシンだと言いましたけど、 SR にもそういえば SRX400 っていうのありましたからね、まあ、そんなところをねちょっと見込んだ形だけですけど、このスタイリングをまず持ってして、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。そしてまあ、足つきとかね全然良かったしね、あの本当にね免許を取って、まあ普通二輪免許、大型に行かずとも普通二輪免許を取って、乗るにはね、あの足つきはね両足のつま先の腹がまあしっかり作るぐらいなので、身長160以下じゃなければ全然誰にでもおすすめできる、非常に手軽なマシン、そして味わいもあり、シングルスポーツを楽しむ奥深さもありというね、いろんな楽しみ方が持てる、マシンができたんではないかなと思います。そしてもう一台すごいねこれ、スクランブラー、400X という形でね、まあスクランブラータイプってまあどんなものを言うのかというと、まあ普通に昔ながらの旧普通にストリートバイクで、
ダートまで走っていこうというね、そういうダートまで走らせるために何をしたらそういうマシンに昔なってったかっていうと、普通のネイキッドバイクに、例えばこういうガードをね、ガードをつけたり、あとはダートの走破性を上げるためにフロントが19インチになって大きくなってブロックタイヤになって、わだちとかね、ガレバなんかを走った時にフロントがねちゃんとパパパッと直進安定性が出るようにっていう風にした、本当はねマフラーを上にかち上げて、今時マフラーをねここの横を通さなくてもスクランブラーでいいんじゃないかなと思うんですけど、水が入ってこないようにマフラーをかち上げてって、それほどあのスピード誘惑と変わんない位置にありますが、でもこういうねハードなガードと、あと面白いよね、ちゃんとスチールのブレーキペダルとか、シフトペダルにスチールにしてね、あの転倒してもすぐに曲がっちゃわないようにしてる、いや曲がっても折り曲げて直せるようにするとか、こういったところも全部作り変えてるんで、先ほども言ったんだけどフレームも違うんだよね今ね、そういう作り分けをして、出てきたこのスクランブラ400、またがってみるとこれはね、あ足つきね、本当に両足のつま先がちょんちょんになってしまいました。これはね私としてはね、普通二輪免許、まあ免許取り立てでもね、おすすめできるかって言ったら、免許取り立ての子が乗るんだったら、俺はやっぱりスピード400かなと思う。免許取り立てで身長が170以上、180とかあって、もともと大柄なんだけど、免許取り立てで、でも小さいバイクは嫌だなと思ったら、俺このバイクは似合うと思うよ。免許取り立てでもね、だけどね免許取り立てのねまだ経験値浅い、身長が170以下、私が168なので70以下になるとちょっと普段の取り回しがねきついかなっていう感じがしました。今回ねこいつでねオフロード、もうオフロードって言ってもダートもね走ってきました。ダートを走ってきた時に普通にトラクションコントロールとか ABS とか全部ついてるんで、結構ねふかふかのダート行くとブワーッと走るとすごい、あステアリング取られるって思った時に、普通はねアクセル開けてあのリアを沈ましてフロントに直進性を持たせていってクリアするんだけど、トラクションコントロールが結構効いちゃうんですよ。だからダート行くとね加速力なくなってくるんで、フロントが埋まり始めちゃって、ああ取られるっていうのが、逆にオフロードモードっていうのを入れるとちゃんとトラコンが切れて ABS が切れるという形で、そういった意味ではねちゃんとダート区間、そんなすごいダートはねやめといた方がいいかもしれないけど、ダート区間行った時にはちゃんとリアでねリアを引っかき回しながらフロントを浮かして走り切るっていう、そういうこともできるので、まあしっかりねダート区間に行った時にそういうモードをねちゃんと持って走らせるのもいいなと思いました。ワインディングをねこうやって走ってきた時には、今度はね逆にすごい軽々しいというかね、あのステアリングの高さが結構高い位置にあるので、結構軽いハンドリングで回してくれるんですよね。ただホイールベースもスピード400よりも長いし、トレール量も長いので、曲がる曲がらないって言ったらオートバイはひら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 倒れはするんだけど、曲がる旋回力っていうのはやっぱりスピード400のが大きくて、こいつはね本当にね流しながら行く感じかな、ワインディングを。でツーリングをしていてもこのね広いポジション、足全然曲がり少なくなってるし、スタイリング位置もね広くて、もうなんか立って座ってるっていうのかな、こうね楽なポジションでずっとロング走らせてくれるんで、そういった意味ではね意外とロングツーリングもいけちゃうんじゃないかなと思いますよ。スピード400はもっとね短距離をパッパッとね出かける、まあ普段の街乗り、ちょっとそこまで出かけるのにショートツーリングなんかはいいかもしれないけど、このスクランブラーなんかはねもうちょっと大きいケースつけて結構ロングツーリングこいつで出かけるのもいいのかなと。ただそれは身長がある人がいいと思いますけどね、身長があるなしっていうのは先ほど私が言ったように私が168センチで結構ギリギリなんで、そうだな165になると厳しいだろうなと思うかな。乗り慣れてれば大丈夫ですよ、160センチ台でもバイクの経験値があったら実はこいつはいいんじゃないかなと思いますよ。走破性もいいし大柄でツーリングにもいいなと
いうね、そんな使い分けができるんじゃないかなと思います。今回試乗会等を含めてね、新たにやっぱりロングを乗せてもらって初めてね、このトライアンフのね 400cc という排気量帯、普通二輪免許で、そこはねやっぱりこれからバイクに乗り始める子もいると思うので、まずはね格好で買ってもらうのも良いかなと思いますよ。で使い勝手はね、この2つ大きくちゃんとね2機種展開できているので、まあ何事もなければこのスピード400が全てにおいて使い勝手の良い、スポーツシングルという形で、こっちスクランブラーになるとツーリングツアラー、そしてダート、まあダートもね本格的なところに行くっていうほどではないんですが、でもそういった、今時のねアドベンチャースタイルとしても使えると思うので、そんな楽しみ方をね、このトライアンフが一挙にこの普通二輪免許企画の中で2台用意してきた、それもかなりねクオリティ感もねしっかり持ってきて、なおかつ一番すごいのは価格を揃えてきて、思いっきりちゃんと安く外車が乗れるようにしたっていうところでね、今 400cc でねかっこいいバイクあるとやっぱり二輪免許取る人が増えてくると思うので、そういった意味ではね、他のメーカーに続いてこのトライアンフもね、あの 400cc を、まあ、2台一挙に出してきたっていうのはね、これはね業界の中ではとてもありがたいことだし、私も乗って、まあ、これらがねやっぱりだいぶ増えていくんじゃないかなというふうに、そんなふうに思ったトライアンフの402台でした。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また制作委員会へのご参加もお待ちしております。